です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯普段お酒なんて飲まないのに飲んだらこういうことになるんだって。それぐらい気分が良かったという。いや、そう、良かったんですよ。めちゃめちゃやっぱりね、しっかりレースして順位上がったなって、この、まあ、悔しいですけどね、充実感のあるレースだったんで軽率な行動をしてしまいましたでも本当になんというか、しっかりリカバリーもできたし、ダメージリミテーションとしてね、チャンピオンシップ考えると3位っていうのは非常にいい結果だったと思うんで、また次のモテギしっかり頑張りたいなと思います。いや、非常にね、もうやっぱり盛り上がりがすごかったんで、本当またこういうね、雰囲気の中で走ることができたらいいなというぐらい、もう本当に今日は走っていて幸せなね、41周かなだったんで、またたくさんの、ね、方にこのスーパーフォーミュラー来てもらいたいですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。モテギも頑張ってください。はい、ありがとうございます。僕自身もそうですし、まあ、チームとしてももうこれ以上ないレースウィークだったんじゃないかなと思ってます。もう本当にやりきれたし、正直ここまでこう決勝を戦いきれると思ってなかったので、それも含めてポジティブでしたし、まあ、レース内容としてもやりきったいいレースだったんじゃないかなと思うので、結果としてはあと一つで優勝というところで悔しいんですけど、まあ、それは今後の課題として、まずここまで来れたっていうのが、もうチーム全員の頑張りが、報われたレースになったなと思います。はい、これだけやっぱりね、スーパーフォーミュラに足を運んでくれる、まあ、僕自身も本当に嬉しいですし、まあ、僕が当時デビューした年っていうのは、まあ、コロナもあったんですけど、こういう景色じゃなかったので、ここまでスーパーフォーミュラが盛り上がってきてくれて嬉しいなっていう感動した気持ちを持ちながらレースしてたんですけど、まあ、これはもう本当に運営もそうですし、ドライバーもそうですし、まあ、みんなチームもそうですし、こう盛り上げるべくみんなで頑張ってきたからだなと思いながら、まだまだね、こう来てくれた皆さんにとって楽しかったなって思うような、まあ、やっぱりいろんな、ね、方が来てると思うんですよ。年齢も含めて皆さんが楽しめるようなコンテンツを、まあ、僕自身もまた発信していけたらなと思いつつ、まあ、もちろん早いお湯が帰ってきたって喜んでくれる昔から見てくれてるファンの皆さんにもさらにですね、楽しんでもらえるようなレースを見せれるように頑張っていきたいなとこれからも思ってます。はい、モテギってみんなどこに泊まりますか？僕は大体宇都宮派なんですよ。水戸派もいるじゃないですか。納豆好きな人は水戸に行った方がいいです。餃子が好きな人は宇都宮に行った方がいいかもしれないですね。だけど、まあ、僕は宇都宮にいることが多いので、宿泊先悩んでる方は、まあ、ご参考までに、はいまあ、あと結構遊園地っぽくなってるのがモテギのサーキットの特徴でもあるので、まあ、ぜひご家族のお子さん連れとか遊園地で遊ぶのも良いですし、まあ、他にもね、いろいろあると思うので、皆さん楽しんでいってください。本当に今日はおめでとうございました。はい、2 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちいかがでしょうか？もう最高です。4位からスタートして、一時スタート直後5位に落ちてしまったんですけど、かなりペース良くて1台ずつ10周目までに、抜くことができたので、10周目までなかなか抜くことってこのスーパーフォーミュラ難しいんですけど、それぐらいペースがいいんだなっていうのは実感できたので、周りが結構ミニマム近辺で入っていくのも 見えたし、なので逆に引っ張ろうというところで、まあ、ペースがいいからこそ取れた作戦だったとは思うんですけど、引っ張った後も、ペースよく走れたし、でまあ、適切なタイミングでピットに入り、その後、まあ、一旦は後ろに下がったんですけど、まあ、タイヤがいいところを生かして、全員抜くことができましたので、もう最高に嬉しい勝利、4年ぶりの優勝、もうこれ以上ない日ですね。はい、今回かなりローンが高かったので、どっちかというと、まあ、予選よりは決勝が結構そのタイヤマネジメントがすごく必要になると、まあ、テストの段階から分かってはいたんですけど、まあ、それをしっかりチームとともに走り方と車の方を話し合っていい車作れたし、それにしっかりドライバーが運転することができたので、もうそのテストの段階から調子良かったですし、ロングは FP1 も FP2 も中古タイヤでのタイムというのはかなりいいところがあったし、自信を持って挑んだので、はい、ロングには自信を持ってた分それをしっかり発揮できて良かったと思います。いや、こんなに嬉しい日があっていいのかなって
ちょっと怖くなりますね、このあと何か起きるのかなみたいなっていうぐらい、あの夫婦にとっていい、週末になったと思いますし、彼女にとっても初優勝だし、2レース目もめちゃくちゃ力強いレースしてバトル勝ち抜いて勝ってたので、これは情けないレースできないなというところで僕にも、火が入りましたし、オーバーテイクしっかりバシッと決めることができたので、本当に2人にとっていい日になったと思います。いや本当にあの富士スピードウェイでたくさんのお客さんが来てくれる前で優勝することができて非常に嬉しかったですし、次も次かなりまた灼熱にはなるんですけど、僕らはまた今回みたいなめちゃくちゃ熱いレースをしたいと思いますので、ぜひ現地で応援していただけたら嬉しいので、またモテギで待ってます。選手皆様一人ずつですね、一言ちょっと言葉の方をいただけますと、本当にこのスーパーフォーミュラー国内のスポーツも F1 にインディーカーに負けてないっていうことをありがとうございました。ご自身がね最高ですね。あの本当にもう夏祭りって感じで、皆さんがこう本当に至近距離で、最後まで残ってくれてて本当に嬉しいですし、本当にパーティー感があって、皆さんアルコールは飲んでるか分かんないですけど本当に盛り上がってて、その前でしかも優勝することができたので、僕にとってもあのお客さんが、ツボイコールしてくれたりとかして、あの本当に優勝したことの、ファンの皆さんのおかげで優勝できたし、それが本当に結果につながったので、これ以上嬉しいことはない、パーティーかなと思います。いやもうそもそもスタートする前にスタンド見てこんだけ埋まってるスーパーフォーミュラもうやったかなぐらいの感じで、最近は本当にコロナとかもあって人がやっぱり少なかったんですけど、今回こんだけの人の前で優勝することができたので、まあ夫婦で優勝してかなり見せられたんじゃないかなと思いますし、総取りできて嬉しいです。そうですね、よりそのドライバーとお客さんがこう近い距離で、コミュニケーション取れたりとか、肌でこう感じてもらえるとお客さんも嬉しいと思うので、僕たちも嬉しいですし、こういう機会いっぱい作ってもらって、またたくさんのお客さんにレースを見に来てほしいなと思います。はい、ありがとうございました。